また変わったテストの質問にさせていただきたいと思いますお三方にお伺いしたいです、えー、タイトルにあるインソムニアという言葉は不眠症という意味です日本人を対象とした調査によれば睡眠で休養が取れていない何らかの不眠があると4人に1人が回答されているようです皆さんは実際に不眠症すなわち眠れないという経験はありますかまた眠れない時にどのように時間を過ごされていますか 森さんからじゃあお伺いしてもいいですか。いや私結構眠眠れない時も多くて、うんうん、そのまあとにかくいろんなものを試しますね。私はあのまずその5分で眠れる音楽ミュージックなんかありますよね。うんうんうん、癒しミュージックみたいなのを3時間ぐらい聞いた後にかなり聞きますね。<laughs> <laughs> 意外とね5分って言ってる割に3時間用意されてるんですよ。でその聞いた後にこうティーをね。 作って飲んだりとかして一、えー、回お風呂に入り直したりとかそれ夜明けませんか大丈夫ですか明けますねもう <laughs> もう本当にその時はやっぱ、ね、中身と同じ絶望だなって感じますね<ー>これだけ今まで <laughs> 頑張ったのにでようやく明るくなった頃にやっぱあくびが出てくるっていうのはあるあるだなと思いながら映画見てました <laughs> ありがとうございますいろいろ試されてるんですね奥、はいえー、平さんいかがですかへ、えー でも僕それこそ最近なんですけど、はい、なんかクランクインの前日とか、あのすごい個人的に大事だなと思う。シーンの前はすっごい寝れないことが多いですね。緊張なんか緊張なのか、何かやっぱ不安なのかわかんないですけど、なんか寝れない時が多くて、でもなんか何しても寝れないからもうなんかもう。ほん諦めてますね。なんかもう。とりあえずなんか？もう天井とにらめっこ。 っていうか、うん、でなんか音楽まあちょっとたまに音楽聴いたりとかリフレッシュはありますけど、もう何もなすべなしですね。なるほどじゃただ天井と睨めっこ怖いよ。い<や> <laughs> マジで目つぶんないでもずっとこうだから不思議ですよね本当に。<laughs> 確かにあの分かってきました。い<や>プライラさんのことが。そのでも、うん、そうなっちゃいますね。 ありあるんですね。もう最高のじゃキャスティングでもありましたね。<laughs> 本当ですね。<laughs> 実際に普段実際にそうだったんですね。<laughs> うん、池田さんはいかがですか？私は二人の年齢ぐらいの時にすごい眠れなかったことを覚えてて、でも早々に諦めて、とりあえず V 当時 VHS で映画をずっと見るとか、自転車で夜の東京の街シャラシャラ走って、警察に。<laughs> 職質されるとか、<laughs> そういうことをしていました。なんか回答すぐ諦めて有効に使おうっていうあ。あの気持ちで生きていました <laughs>。なるほど、もう聞いてみると、全然お三方眠れないとき過ごし方違いますね。 そうですねもう監督の,その勉強しなきゃと思いましたなんかね<笑><笑>でもね本当にそ昼夜逆転しちゃうから危ないんだよそれ本当は <laughs> 確かにかそうです、ね、頑張って寝た方があがいいらしいですなる <laughs> ほど <laughs> ありがとうございますもう大変楽しいお話をたくさん聞かせていただきましたありがとうございますもう早いものでお時間も残りわずかとなってきました最後に6月23日の全国公開に向け本日がちょうど100日前 になります。楽しみにお待ちいただいている映画ファン、また原作ファンの皆様にメッセージをお願いしたいと思います。まず、池田監督コメントをお願いいたします。はい、ええー、と。私、あのこの映画はもちろんこう原作があって、それをお預かりして、その世界を描いてっていうことをするわけですけど、その中でこう。私なりのやっぱり映画を作る。絵のテーマっていうのを？ をずっと探していてい最終的につかんだのが生きることを全力で肯定するんだっていうこの映画でそれをしようってことを決めたんですね。不眠症で辛いとか学校で居場所がないとかやっぱり辛い思いを抱えている人ってたくさんいて特に若い時ってそういう気持ちとね裏腹な希望と絶望みたいなところで生きてるっていうなんかそういう。 人たちにも生きることをただ肯定するだけでいいんだっていう。あなたが生きてること、誰だって肯定できるっていう。なんか、それをあのー、感じてほしくって、この映画を作っていたんですねが、この二人がすごいパワーで、世界に対して窓をどんどん開いていくっていう、その姿を見て感じてもらえたら嬉しいなと思っています。はい、ありがとうございます。はい、奥平さん、お願いいたします。はい。 えそうですねなんか僕もなんかまだそのつい先日初号を見させていただいてでなんかこの作品に対する思いというかなんかとなんか考えてた時になんかちょっとまだ自分の中で言葉で表せられない何かがあるなっていうふうに思っていてなんだろうやっぱお芝居しててもそうだったんですけどなんかその瞬間をすごい ちゃんと生きてた作品がすごいこの作品だと思っていてなんかもちろんみんなですごい楽しんでるシーンもあれば僕がんたなりにすごい悩んでたシーンもすごいちゃんとまっすぐ生きてたっていうのがすごいいい作品だなっていうふうに思っていてそのそういうのが見ていただける方に伝わればすごい嬉しいなって思いますしでちょうど「キミソム自体もあの公開 近くにアニメがね放送されるっていうことでで,、ね、で,かでなんかもちろん漫画の原作もありますしでアニメバージョンはアニメバージョンの良さがあ,りとあると思いますし映画には映画の良さもあると思うのでそういうのをなんか比べて楽しんでいただけたらなって思いますねあ,、うん、ありがとうございますそれでは最後に森さんお願いいたしますええー、そうですねあのー、この高校生 二人の,そのすごくキラキラした物語ではあるんですがやっぱりこう街を見てこうどんなキラキラしてる人がいてもきっとその人なりの悩みがあって抱えてるものがあるなって思うんですけどなんかそういうものをなんかキラキラだけがその人の人生全てじゃないって。 本当に監督が言ったみたいに生きることのすべてを肯定できる自分が今悩んでることも含めて自分なんだっていうなん,なんていうかいろんな人いろんな波を抱えてる人にこう寄り添っていける映画にこのイサキとガンタがこう見てくれたお客さんの両肩にこうなな頭を乗せてこう寄り添って寝れるような,なんか。 そう,いう優しい映画になっているので、ぜひ皆さん映画館に来てくれたら嬉しいなと思います。お願いします。本当にお三方素敵なメッセージありがとうございました。